2015年三愛水着イメージガール朝比奈彩の登場です。本当に、選ばれると思っていなかったので本当に嬉しかったです。とても感激して、両親にすぐ連絡を、しました。目標とする芸能人の方がいたら教えていただけますでしょうか。はい、北川景子さんです。北川景子さん、どんなところを目標にしたいんですか。はい、サバサバしている性格や、笑顔がとても大好きです。北川景子さんの笑顔を見ていると私自身とても幸せな気持ちになります。ですので、私も周りの方に幸せな気分や幸せな気持ちを、与えられるような存在になれたらいいなと思っています。もともと、地元が淡路島なんですけれども、淡路島で10年間培ってきた、陸上部で10年間培ってきた、足がチャームポイントです。朝比奈さん、就任おめでとうございます。そうですね、今日初めてお会いしたんですけど、すごく可愛らしくて綺麗な方だなと思いました。今年1年間は本当に人生一生分の水着を着ると思うので、たくさん着て可愛い水着姿を見せてもらいたいなと思います。100m、200m、走り幅跳び 4×100m で短距離を、はい、ずっと専門に淡路島ではずっと1位でした。いや本当に本当にそうですね。もともと小学校とか中学生ぐらいの小さい頃からモデルになりたいと思ってたんですけど、やっぱり淡路島から出ることができなくて、去年の9月にやっぱりその夢が諦められないということで淡路島を出てこっちに、はい、でモデルの仕事を出てきています。出れないというのは理由は何だろう。島を出れない理由、両親がすごい心配性で、このお仕事を始める時もやっぱりすごく心配してたりとか、親元を離れたことがなかったので一人暮らしもしたことがなくて、環境がすごいガラッと変わるのですごい心配してくれて言ってくれたりとかしてました。今は、事務所に入らせていただいてからウォーキングレッスンをずっと通っていて、最近では演技のレッスンも始めさせていただいて、そのウォーキングレッスンや、演技のレッスンを今活動させていただいているので、将来その、まあファッションショーだったりとかテレビやバラエティなど幅広く活動できるように頑張っていきたいなと思います。